タート始まる前のエンジンで、なんか全体のエンジンした後にチームメイトでエンジンしたんだけど、泣いたね。もうそこで一旦泣いて、うわーみたいな。発表の時も多分もうマジずっと泣き続けてた私。なんか映像が3分ぐらいあって、その後リップグロスやったんだけど、多分10分間ぐらい泣き続けてたね。映像を見てる間ずっと泣いて、映像の後のコメント、ゆいゆいとかなるちゃんが喋ってる時もずっと泣いてて、リップグロスもずっと泣いてたから、多分10分ぐらいずっと泣いてた。こんばんは。泣きすぎて久しぶりのリップグロスマジボロボロだった。もうなんか辛すぎて振りも位置も全部吹き飛んで、もうマジでわけわかんなかった。あの泣きすぎてもうパニックやったね。そう、こんばんは。マジでメンバーの中で一番泣いたんじゃないかってくらいずっと大号泣してた。わかんない、他のメンバーがどのくらい泣いてたのかわかんないけどね。そう、辛いな。だって今日の楽屋とかもさ、みんな大きい部屋で全員一緒なの。選抜も選抜外のメンバーもマジ全員楽屋一緒なんだけど、隣の席に絶対8って座ってるもんね、基本的に。どのメンバーも。そう、さやもなぎちゃんと座ってるし、その隣の横の席はあやねちゃんとまりあちゃんだし。そう、今回のねコンサートは、新チームコンは8での楽曲は一個もなかったんだけど、楽屋では8と一緒にいるっつうね。こんばんは。よいしょ。8の公演はどうなるの？だから来年の4月のコンサートと公演が終わったらもうやらないってことでしょ。8っていう名目での活動が多分全部なくなるから。エツさん、シナモンありがとうございます。そりゃなくなるよ。まあ最近いいとこはやってないけどね、全然。待って、足痛すぎるな。今日湿布貼って寝よう。あったっけ湿布？まだないかも。なかったら絶望だ。明日動けないこの足。なんでこんな足痛いんだろう。うん、まだある。でも今日チームメイトってさ、トレンド入りしてた。活動休止発表した後、すげえチームメイトみんなに愛されてると思ってちょっと感動した。でも最近泣きすぎてずっと明日目パンパンなんだけど、絶対ブスなんですけど明日どうしよう。困った、困りんちょです。こんばんは。静岡も4月までにストップなるよね。ストリス好きだったから寂しい。やっぱストリスいいよね。いい曲詰まってるよね。わかる。エイト箱推しの人は離れる気がする。確かに。エイト箱推しの人多いもんね。コンサート初日お疲れ様、ありがとう。辛いな。寂しいね。足のメンテ中。そう、ちょっと足痛すぎて明日ステージ立てない。このままではふくらはぎ絶対動いた後痛くなっちゃうんだよね。なんでなんだろう。なんか筋肉痛とかじゃなくて立てないぐらい痛くなるんだよね。なんかふくらはぎの奥の方。これマジで原因わからん。どうやったまあその痛くなった日、湿布貼って寝たら大体次の日には軽くなるんですけど。こんばんは。
でもこれからマシ、なんか別にこのコンサートはチームメイトとして最後じゃないのに、なんかすごい今日辛かったな。でなんか発表しちゃったってことはもう本当にもう覆らない事実になっちゃったんだっていう寂しい気持ちもあったね。そう、まあでもサポートのね、トヨタさんも離れちゃって、こうコンサートを開いたりするのも厳しくなっちゃったんだろうな、このご時世で。地方でのイベントも本当に減っちゃったしね。そう、辛いな。明日は陸泡です。さあ、チームエイトの曲はランクインしてるんでしょうか、どうなんでしょうか。明日ね、でもね、正直ね、あんまりね、出番ないんでそう、分散しちゃっててメンバーに、30位まであるんですけど、そう、明日はだから、そうですね、そうですね出る数曲を全力でやりたいと思います。探してね。だ、今日はさ、チーム A みたいな感じで出てきたからまだ探しやすかったと思うんだけど、明日はマジでさ、そのどの曲に出るか毎回探さないといけないから大変だよね絶対。どの曲にさ私が選ばれてるかみんな分かんないじゃん、どんな曲があるかも分かんないし。ヒラリンさん、ギフトありがとう。だから明日の方がね、探すの大変だと思う。そう、じゃあそう思うよ。まあなんか確実にさ出てただろうみたいな曲は出てるけどじゃない曲もあるんですよ。なんでこれ選ばれたんだろうって曲とかもあるから、マジでみんなこれさえ出てんのかなみたいな、めっちゃ探すと思うわねえ。9日はめっちゃ出ます。この日はね、大変な瀬取りなんです。練習しなくては。明日こんばんは。眠くなっちゃった。今日ちょっと短めで終わりにしますね。もうなんかさ多分30分分ぐらいブワーって喋った気がするけど、まだ12分だった。びっくりした、いっぱい喋ったのに。でも新チームコン楽しかったな。まあ A が、まあマシュルちゃんいなかったけど、 A みんなでやるの初めてだったし、いいコンサートだったんじゃないですか。なんだろうなと、ケンゾーさん来てくださいましたしね、ダバンプの。そう、マジ自分の振りに必死で全然ケンゾーさんがどんな踊りしてるか見てないんですけど、そしたらネモハも間違えました、すいません。あんなに練習したのに悔しい、マジで悔しい。もうダメだ。なんかさ、それマジでさ、ダメなんだよね最近、覚えられないダンスが。どんだけ踊っても覚えられないんだよね。なんでなんだろう。
でもマジコロナから回復してからね、マジでダンスが覚えられなくて、いやわかんない。でもさやがこれは今コロナの後遺症のせいに責任転嫁してるだけなのかも。もともとさやはこういう人間だったかもしれないっていう絶望と、でもしかしたら後遺症で脳みそが元気じゃないのかなっていう不安とのこうせめぎ合いしてる。ずっとこんな私脳みそポンコツ、もともとポンコツだったかなみたいな、いろんなせめぎ合いがこう起きてるね、完全にね。どうだったかな。こんばんは。でも今となっては僕対公演とかなんでどうやって覚えたんだろう。それはコンサートの数曲もまともに覚えられないくらい脳が退化してるのに、僕対とかよく覚えたな。すごっ。今無理だわ。今僕対覚えられないもんね。そう、あの今日まああの上手の方にいる時間が長かったので上手側に目線を配ることが非常に多かったんですけど、何人かさやのファンの方いてくださって、こんなに大勢のメンバーいるコンサートでも来てくれるって嬉しいなって思いました。今胃がボボボってなりました。眠い、眠いかもしれない。今日は早く寝よう。泣いたから、泣いたからさ眠いのよ。泣いたから目が疲労しててめちゃくちゃ眠いのよね。さあ明日明後日もあるからね、頑張んなきゃ。マジで眠い。目つぶったら爆速で寝れるけど絶対に寝ない。お風呂に入ってから寝る。絶対に寝落ちしない。ショーも終わった後絶対に横にならない。心に決めた。思ってたより目が腫れてます。いや明日なんですよ、目が腫れるのは。今日そんな泣いた日は腫れないですよ、それは当たり前ですけど。そう、腫れるのは明日。絶対マジ明日終わってる。どうしよう、マジどうしよう。マッサージして寝なきゃ。保冷剤で冷やしてから寝ようと思います。じゃランキング読みます。13位アンディさんありがとうございます。12位タテマケンケンさんありがとうございます。11位ニューヤマヒロさんありがとうございます。10位バイコゾウさんありがとうございます。9位ケンケンさんありがとうございます。8位はサッピさんありがとうございます。ナイトモツさんありがとうございます。6位ヤスさんありがとうございます。5位オロロさんありがとうございます。4位キグマさんありがとうございます。3位ヒロリンさんありがとうございます。2位ヤッチさんありがとうございます。そして1位はトメさんありがとうございます。イエーイ。ということでまた明日もみんな楽しんでいきましょう。バイバイ、おやすみ。